皆さんこんばんは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するのは、以前ご覧いただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、私が薬膳のアドバイザーの資格を取ったんですけれども、その際にですね、季節とか体質に合わせた薬膳はどんなものがおすすめですよというのを少しご紹介させていただきました。本当は全部やるつもりだったんですけども、中断しているものの一つです。続きをねやりたいと思ってるんですが、なかなか、薬膳というね性格上難しい部分もありまして、中断してるんですが、今日ご紹介するのは、ご家庭でも薬膳に使われる食材っていうのは作ることができるんですよというご紹介になります。その一つがみかんの皮を使った陳皮になります。陳皮を具体的にどのように利用するのかというところも今回はご紹介していきますので、ご興味のある方はぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速やっていきましょう。用意するものはみかんです。大きいものでも小さいものでも構いません。今回たまたまですね、わせみかんを親が送ってくれたので、今手元にねあるみかんを用意してみました。ちょっとシワシワになっちゃったんですけど、置いてあったのでね、皆さんは張りのいいみかんを買ってきてください。余談になりますが、今年のわせみかんはですね、酸味がね少なくて、爽やかで甘みもあって美味しいですよ。おすすめです。使うみかんなんですけれども、できれば国産のみかんをご用意いただければと思います。と言いますのは、味とかね品質の問題ではなくて、農薬の基準が国によって異なります。で、皮っていうのは、ワックスとかね農薬に覆われている場合がほとんどになりますが、国産の場合のみかんっていうのは、あってワックス、農薬はほとんど散布されていないので、安全に食すことができます。海外のねみかんで絶対にできないわけではないんですが、最初のね洗うという工程をしっかりとやっていただきたいと思います。国産のみかんの場合は水で軽く洗ってくるだけで大丈夫です。では早速洗っていきましょう。はい、みかんを洗ってきました。洗い終わったみかんはキッチンペーパーで水気をしっかりと拭き取ってください。そうしましたら皮を剥いていきます。子供の頃いろんな剥き方が流行ってましたけど、皆さんは剥き方にこだわりがあるでしょうか。はい、こんな感じでね普通に剥いていただくだけです。余談になりますが、みかんのこの白い部分ですね、取る人とそのまま食べる人いろいろいらっしゃるかと思うんですが、ここにはですね食物繊維が豊富に含まれているので、できればね一緒に召し上がることをお勧めします。陳皮は皮しか使わないので、出した実はね後で食べます。はい、皮を集めることができました。ここまでできたら、今度はこのみかんのヘタの部分ですね、ここを皮して短冊に細く切っていきます。こんな感じですね。こんな感じの細切りを作っていきます。はい、こんな形で切り終わりましたら、あとはカゴに並べて干すだけです。今回私はこんな感じの3段のね、
かごを使います。もちろん、縦に、ね、干して使いますが、こういったものダイソーとかでも売ってますので、そういうもので大丈夫です。ただ、こういうふうにねファスナーはついてた方がいいと思います。じゃあここに並べていきましょう。干してる間にかびてしまうっていうのがね一番困るので、なるべく重ならないように並べていきます。はい、見えるかな。こんな感じで、まあ細すぎるとねちょっと私の場合網から出ちゃうみたいですけど、一番下並べ終わりました。片手でね今持ちながら作業してるのでちょっとそれが難しいので、あとは、干した状態ぶら下げた状態で、それぞれの段に入れていきたいと思います。はい、今見ていただいたような感じで、狭いねマンションのベランダにも干すことができます。晴れた日に4日から7日ぐらいしっかり乾燥をして水分が抜けるまで、干してください。見ていただくと分かるんですが、乾燥剤を入れてタッパーに保管しています。干し始めて2日目ぐらいに雨が降ってしまいまして、室内でねそれからは干してました。で、音聞いてほしいんですけどね、このぐらいカラカラに乾いてます。今回は皮が薄めのみかんだったのもあって、であと細くね切ったのもあったので、かなり早く乾きましたけど、皆さんはさっきの音を目安に、パキパキねこう割れちゃうぐらい、簡単に割れちゃうぐらいになるまでしっかりと乾かしてください。で、本来の中医学でいうところの陳皮は3年以上乾燥させたものを言います。天日干しにしてね。なんですが、まあ今回は4から7日ぐらい、ね、干したものでも大丈夫です。気をつけていただきたい点は一つ、カビ生えやすいものなので、そこだけね通気性のいいところでしっかりと乾燥させたものを使用していただければと思いますし、また今回私はお米に入ってた乾燥剤を使ってるんですけれども、何かね海苔とかそういったものについてるものでも構わないので、乾燥剤と一緒にね入れておいてあげると、より乾燥が進んで、保存状態がね良くなりますので、そのようにされてみてください。活用方法もご紹介したいと思うんですけれども、そもそも陳皮には、3種類のね主な成分が含まれています。一つがリモネン。リモネン自体は柑橘系の果物に、果物の皮ですねに含まれているものなので、みかんに限らず陳皮に限らず含まれているものですが、リフレッシュとかねリラックス効果があると言われています。で、2つ目がベータクリプトキサンチン。こちらは活性酸素の抑制効果があるとされています。ですのでね、体中、まあ、血管とかの酸化をこう防いでくれる効果が期待されるので、特にね高齢者なんかは、動脈硬化だったりとかいろいろなね体の不調を感じやすい年齢になってきますので、おすすめになってきます。で、最後がヘスペリジンという成分になります。ヘスペリジンは抗炎症作用があることでよく知られています。ですので咳や痰を改善してくれたり、あとは血流改善の効果も期待されています。ですので冷えやむくみの改善にも効果があるとされています。またですね、最近ではヒスタミンを抑制する効果があるのではないかということで、花粉症やアレルギーに対して一定のね効果を出すんじゃないかということで研究が進められているものになります。で、たかがいつも捨ててしまうような皮を干しただけでと思うかもしれませんが、かなり陳皮は有効です。で、ここからは具体的にどうやって取り入れていくかということをご紹介していきます。一つ目の活用法が飲むというものです。陳皮をティースプーンに1杯分ぐらいカップに入れていただきます。そこに熱湯を注いでいきます。この状態で
3分ほど蒸らしていきます。はい、今3分ほど経過しました。色はですね、ちょっと皆さんに分かるかちょっと謎なんですが、私の肉眼で見てほんのりですね黄色く色づいてる程度です。味自体はみかんの香りがする白湯みたいな感じになりますので、飲みやすくするためにこういったね蜂蜜なんかを少し入れてあげるといいと思います。うん、何の癖もないです。何の癖もなくて、いわゆる白湯に少し香りがついた感じそのまんまなので、量はねあんまり飲みづらいかもしれないですけど、お白湯が苦手な方はですね、少し蜂蜜を足してあげるなどして甘みを加えてあげると飲みやすいと思います。もしくは、紅茶とかそういったものに陳皮を入れて、煮出していただくというのも一つの方法です。これが一つ目の活用法。二つ目がこのような洗濯ネットに入れていただいてお湯に浸かるという方法です。皆さんの事業所では入浴剤などは使われていますでしょうか。もしくは例えば冬至が近くなりますが、冬至の日にはゆず湯あるいは菖蒲湯とかね、いろんな季節のお湯がありますが、そういったことはされていますでしょうか。もしねされていないところ、あるいは入浴剤などを使われているところでは、陳皮をね代わりにしていただいて入浴していただくというのも一つの方法です。先ほども言ったようにリモネンは陳皮のねみかん柑橘系の皮の中に含まれている精油になりますので、非常にね香りは立ちます。ですのですごくおすすめの方法になります。3つ目は粉末状にしていただいてお食事に取り入れていただくという方法です。オレンジピールを使ったチョコレートなんかもよく売られていると思うんですけれども、そういったイメージですかね。砕いていただいてチョコレートに入れたりヨーグルトに混ぜたり、いろいろな方法で取ることができます。癖がね少なくて馴染みやすい味ですので、柑橘がお嫌いでない方には取り入れやすい方法かなと思います。最後に4つ目としてはこのような感じで肥料として使うこともできます。今回私はかなり細く切りましたけれども、大きめに切られているところは少し小さくしていただいて、それを土に混ぜていただくと非常にね栄養が豊富な土になりますので、農作物なんかを育てられている事業所では特におすすめの活用方法になります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。私の中では約1週間にわたる動画撮影になりましたので、なかなかね大変なものではあったんですけれども、薬膳というものを皆さんに身近に感じていただけたら幸いです。特に冬は皆さんみかんをよく召し上がると思いますので、捨てるのがねもったいないということで、みかんのね実は食べていただいて皮だけをね持ってきていただくと面白いんじゃないかなと思います。で毎日ね干しながら様子を観察して管理していただく係を作ったり、例えば家庭菜園を事業所でやられている場合は肥料用の陳皮を確保していただいて、細かくして土に混ぜていただく係だったり、入浴剤に使う場合もネットのねから抜け出ない大きさに、細かくしていただいた方がより香りがね立ちますので、お客様に準備の段階から手伝っていただくのも面白いんじゃないかなと思います。今回は久しぶりの薬膳シリーズでしたが、身近にあるね国産のみかんを使って陳皮を作って活用してみたという動画になります。この動画が良ければぜひグッドボタンを、チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっています。お気軽にフォロー、DM をください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。